バイキングジョーです。はい、ということで今回は本日7月17日からね、ファミリーマートさんとシンカリオン Z のねコラボキャンペーンの方がスタートしたということで700円くじ引いてきました。でこの700円くじでいろんなね、景品が当たったりするんだけど、景品が当たらなかった場合、裏面こちら応募券になってるんだよね。でこの応募券で応募するとシンカリオン Z だと N700S ヒダ、きらめきパワーズだとキラパワチェンジデラックスがね当たるキャンペーンに応募することができて、あとファミペイボーナスとファミマ限定プリペイドカードがね、プリペイドカードに応募することができて、まあ、外れてもねダブルチャンスでファミリーマート限定シンカリオン Z はきらめきパワーズキャンパスボードがね当たったりするみたいなんだけど、あとねプリペイドカードもシンカリオン Z ときらめきパワーズのデザインになってるらしいので、まあ、レア加減で言ったらプリペイドカードとかキャンパスボードが欲しいよね。まあそんな感じでね、700円以上購入するとくじ引きができて、いろんなね景品が当たったりする感じです。ちなみにね、バイキンのジョーは、6回くじ引きをしてきて、2個景品が当たりました。こんな感じにね、その場でもらえたりするので、ぜひ700円以上購入してみてはいかがでしょうか。で、応募券の応募フォームの方はファミリーマートさんのね、サイトの方にあるので、応募する際はそちらの方をチェックしてみてください。あとはね、7月20日から、さらにね、対象商品を買ってキーホルダーがね、もらえるキャンペーンなんかも始まるので、まあ、その頃になったら、まあ、7月20日になったらね、キーホルダーをゲットすることができたら、またね、動画の方で紹介していこうと思っているので、7月20日の動画もお楽しみに。といったところで今回はちょっとね、いつもより短い動画にはなってしまいましたが、本日7月13日から始まりました、ファミリーマートシンカリオン Z キャンペーンの700円くじの紹介でした。バイキンのジョーのチャンネルではね、シンカリオンの動画、シンカリオン Z の動画、すごくたくさん公開しているので、よかったらね、チャンネル登録をして、他の動画もチェックしてみてください。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイキーン。まで見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram もやっているので概要欄からフォローお願いします。せーの、バイバイキーン。